はい、皆さんこんばんは。10月23日月曜日、第365回このしゃべくりマッスルが始まります。今日のマッスルはですね、まあどこもそうなんでしょうけども、台風一過でですね、雨はたくさん降りますし、風は吹きますしね。まあ今日も、真田線っていうんですけども、松代から上田へ抜ける道路なんですけれども、倒木でですね、通行止めになってしまいました。まあ、あと豊坂ですね、あっちの方の山手の方のですね、川なんか見てみますとね、もう泥水でゴーゴーと音立ててね、流れてくるという形です。まあ、あとですね、風も強かったのでね、やっぱりいろんな枝が折れたりとか、やっぱり葉っぱがですね、町の中でもこうやって散ってるっていう感じでですね、今日は大変な一日でしたですね。そんな今日松代でございます。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、縁結び松代実行委員会の会長でありますね、牧野真由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、その名前にまだ慣れないんですなんかちょっと恐れ多い。あ、そう、会長さんって言ったら、ね、はい、じゃあ会長さんって言っとくかね。いや、まあ牧野さんは、まあですね、中間産地の農業の地域おこし協力隊っていう形で、はい、協力隊になりましたけど、何年になりますかね。こちらに来てもう2年半ぐらいになりますね。2年半、はい、協力隊って3年だったね。そうですね、3年だね、はい、年。そうするとあと半年、まああと半年ちょっと。どうですかね、真っ白い来てこうやってやってみて。すごく気に入ったので、気に入った、はい、住みたいなと思ってます。あ、そう、はい、いいね、一人また増えたって感じだね。はい、了解でございます、うん。まあ、いろんなこと今までやってきたと思うんですけども、どんなことをやってきたですか。ちょっとお知らせお話ししてもらっていいです。はい、うん。基本的にその地域おこし協力隊のメインのミッションが農業なんですよ。うん、はいはい。なので、豊坂の野菜組合という、うん、さんのところで一緒に、果樹、ぶどうだったり、うん、 あとは丸ナス、うん、そういう畑で野菜だったりっていうのを、はい、まあ、一連の植え付けから収穫して、うん、出荷まで、はいはいはい、やらせてもらってますね。うん、まあ、みんな若い人じゃないよね。皆さんも、うん、なんか定年された方とかの方が多いですね。うん、はい、じゃあ頼りにされてるって感じかな。それとも、いや私がやるからとかって、いやでも全然、なんかこちらに来て思ったんですけど、うん、長野のおじいちゃんおばあちゃんってすごく元気ですね全然おじいちゃんおばあちゃんっていうのにもう申し訳ないみたいな、おじさんおばさんでなるほどね、それだけパワーあるってことだね。そう、すごいパワーを感じます、うん、いいね、そういう中で働けるっていうのは、うん、楽しいですね。うん、でも海外られるかな。あ、そう、まあそうですね、孫とかも、孫とみたいな感じだから、ね、孫じゃ行き過ぎですよね。まあ、娘よりはちょっと若いかなみたいな感じですかね。うん、あと他には何かやってるの。そうですね、うん、一応こちらに来た時に、うん、その農で生計を立てたいってちょっと考えてたので、うん、養蜂とか養鶏とかも研修をさせてもらいました。うん、それもやった、はい。うん、であとその他はどうなんですか。そうですね、うん、最近気に入ってずっとなんかハマってやってるのが、うん、松代紬と真田ひも、うん、これだっていうのか。あ、そうですそうです、うん、この耳につけてるの、はいはい、自分で作った真田ひもを折ったんですけど、はい、うん、なるほどね。こういうのを、うん、まあ、伝統的なものだとちょっととっつきにくい感じもあるじゃないですか。でもそういうのをこう気軽に身につけられるように、うん、ちょっとアクセサリーとかにしてみたいなと思って、うんうん、はい。まあ、昨年もね、真田丸の関係で、うん、その真田ひもないですかっていう、こう町あるセンターに来た人もいましたけど、うん、あれやっぱり上田の方から仕入れなきゃいけないなっていうのがあってね。じゃあ、作ったら置いてくれますか。あ、そうだね、いいとこで、お土産ってね、はい、うん、真由美作っていう形で、ね、はい、で結局その中で一番今言ったその真田ひももそうだし、あと なんか、真っ白つぎむ紬、はい、ね、工房がまだ残ってらっしゃったので、うん、なんかこの間新聞に載ってたら90近いんだね。はい、そうですね、93歳のおばあちゃんがまだ現役でやって、まあ、現役というか、まあ、はい、そこはやってなかったんですけど、うん、はい、うん、ま、じゃあそういうのもやって練習した。そうですね、教えてもらって、である程度できるようになった。そうですね、これを一度教えてもらったので、うん、その教えてもらったのを、うん、もう一回こう復習しながら今みんなでやってるところで。何人ぐらいで今松代紬の会何人だろう。10人いないぐらいですかね。うん、じゃあそのあれは真田ひもは、うん、
三田姫、あ、同じなんです、一緒に一緒にやってんの、はい、あ、そうですか。なんか伝統工芸って言えばおかしいけど、あまりあのそういうそのなんて消えそうなのをなんとか復活させたいなっていう意味もあるんだね、まあ、そうですね、うん、まあまあ頑張ってやっていただければいいですけどもね、はい、今までこれでやってた中で、まあ、いろいろ取り組んできたその中で一番っていうのは何、今私お米作りをお米作り、はい、やってるんですけど、うん、あ、そういえばこの間電話した時ね全然出ないで後で何やってたって脱穀やってましたって言ったねはい、やっと脱穀しました。ずっと雨なのでもういつやろうかと思ったんですけど、はい、それでどう、うん、あのまあ刈り取りは終わって今干したりとかって脱穀しなきゃいけないけど全部終わったんですか？まだ終わってないんですよ。終わってないの？はい、2種類作ってて1種類はちょっと、うん、まあ、半ば強引に脱穀をしてもらって今乾燥機かけてるんですけど、本来なら乾燥機なんてかけずにちゃんと乾いたら、うん、はい、そのまま脱穀して、うん、それでも売れるぐらいだったんですけど、そうですね、な、乾いてないのでまだもう一つの種類はもう一回ちょっと太陽の元に出したいなと、今ちょっと倉庫に移動させてるんで。あ、本当に、うん、そうか。あのでも乾燥するってね、あのいくつぐらい乾燥させるの？なんか暖房とか2週間とか本当はしたいんですけどね、でも雨降ってきちゃうんで。ああ、そうか、うん、じゃあもう少し我慢してるってこと？そうですね、あとはでもねこれ、まあ、お米実際にやっていかなきゃいけない。今回は婚活っていうか、はい、ね、実行委員長さんっていう形で来てますので、はい、これちょっと説明してもらっていい？はい、ね、やっぱり松代に地域おこし協力隊で入ってきて、はい、そういう、まあ、人口の問題というか、はい、あの後継ぎがいないとか子供が少ないっていうのもやっぱり目の当たりにして、うん、じゃあ何をしたらいいのかなっていうのの、うん、まあ、一つの策として婚活イベントを今回企画させてもらいました、うん、はい、これあれですよね、まあ、社協やなんかでもなんだっけ、親の婚活っていうのはちょっとやったことあるんでね。はい、聞きました、うんうん、ね、もうあの私もちょっと出てみましたけど、もうさっき立ってましたね真剣に真剣だよ、お母さん方真剣、写真持っててこうやってあの、うん、男性のとこ行ってこう見せて、意外と本人よりね、まあ、真剣なんですよね。そうそうそう、親の方がね心配して、だから親心配してるんだよね本当に、はい、うん、だからこれいいね、神に引き寄せられ出会う二人の物語、キャッチフレーズすごいじゃないですか、はい、いつ考えた？考え、いつだろう、でもこのチラシ作る時に考えたんですけど、うん、なんか結構すぐパッてひらめいてできちゃったっていう、うん、これだけど水上神社っていうのはどうしてこういうあれ、うん、他でも多分いろんなところね、提案っていうか考えたとは思うんだけど、うん、はい、やっぱり松代の地域おこし協力隊っていう立場もあるので、うん、やっぱり松代のことを広めたいし、うん、いいところ知ってもらいたいっていうことで、うん、まあ、真田関係の街歩きだったりとか、うんうん、そうですね、寺町商家でご飯を食べたりとか、そういういろいろ考えたんですけど、いろいろ候補がある中で、うん、今回一緒にやってくださる講師の方とも相談して、うん、まあ、ここパワースポットだし、うん、すごくいいんじゃないかっていうふうにピンときました。なるほどね、うん、まあ、実際にその講師の方っていうのも、はい、なんかね、いろいろお話聞き合うと出会いがまたちょっと面白いなんだみたいなので、ちょっと聞かせてもらっていいです？こちら、うん、下の方に、今チラシの下の方に見えるかな、これ何、はい、あらのって書いてあるね、はい、あらの浩二さんです、うん、もともとお友達なんですけど、はいはい、その方にちょっと夏に再会をしまして、うん、そしたらもともとエンジニアだったはずなのに婚活コンサルやってるとあ、そういうので、うん、あれみたいな。で、私も、まあ、前会った時は全然違うことやってたんですけど、今地域おこし協力隊やってて、はいはいはい、なんかお互い、まあ、地域を盛り上げるというか地域創生にも興味があるし、うん、なんか一緒にできそうだねっていう話をして、うん、まあ、それを、まあ、社会福祉協議会の方とか、はい、師匠に持っていったら、あ、面白そうじゃんっていう感じで乗ってき て, て, て、はい、なのでいつの間にかこう話が、うん、あ、それで会長さんになっちゃったそうですね、なるほど、なっちゃいました。いいねで、これではちょっと説明してもらっていい？はい、こちら、はい、11月5日日曜日に水上神社で行います、はい、時間が実は男性が先ほど、はい、あの言いました、あの、うん、新野さんに講師をしてもらってセミナーを、男性向けセミナーを行うので、うん、10時からとなっております、はい、でそこでは一応その、まあ、おしゃれの話だったりとか、はいはいはい、コミュニケーション力アップの話をして、まあ、ここのイベントでももちろん使えますし、その後、はい、終わってからも活用できるようにというなるほど、はい、セミナーになっております、うん、はい、
でその後女性に合流してもらいまして、うん、お昼を地区風堂でみんなで食べてから、はい、水上神社の方に移動したいと思います。なるほどね、はい、で実際これ見ると、20代から40代まで OK よって、ね、未婚の男性っていう方が書いてあるね、はい、身分証明書を持ってきましょう、パスポートね、はい、お持ちください、はい、でお昼は今食べるっていう形でね男性が5000円、女性3000円、はい、男女各20名、先着順、はい、今現在何名さん？今男性の方がもう17名ぐらいで残りわずかとなってます、うん、そうですか。で女性の方が今12名ぐらいですかね、うん、なのであのもうちょっと12あの女性の方を増やしたいなと思ってます、はい、なるほどね、はい、まあ、いずれにしても こういったかな形の、参加申し込みこれはどこ行けばいいんでしょうか、はい、司書でもいろんなところが置いてあるね。そうですね、いろんなところに置いてますし、はい、ネットでもいいかな、ネットでも、はい、拾えます。そのネットはどういうあれで拾うの？マリッジサポート課のポータルサイトがあるんですけど、うん、そこでもイベント情報を公開してまして、ね、こちらも、はい、PDF でつけてます。はい、じゃあこれで最終的には水上神社、はい、最近下見に行きました ね、はい、まあ、これ宮司さんのお尻の方ですね、はい、これいいですねこういうのね、はい、もう11月5日の時は多分紅葉になってるので、あ、これまたちょっと違うからね、はい、素敵な雰囲気の中でできるかなと、うん、そうだね、いいと思いますね、思ってます、うん、はい、これが本殿の方ですね、はい、うん、良縁祈願などもあの本堂の方でやる、はい、どうしていただきますので、はい、あ、宮司さん、はい、ね、でも宮司さんどうです、一緒に行ってこうやってやるよって言った時はどんな感じでした？あ、すごい喜んでくださいました、うん、あの1300年なんですよね。あ、そうそう、来年1300年っていうあれでね、イベントもなんかやるとかって言ってましたから、はい、そうなんですよ、うん、なのでこれから多分もっといろんな方に知ってもらいたいっていうのもあって、うんうん、まあそういうイベントなのでこういうところを使ってもらえるっていうのはすごい嬉しいって、うん、嬉しいよって、はい、トントン拍子で、そうですね、2つ返事でOKをいただきまして、はい、これが、これが、社務所だね、はい、ここを使わせてもらいます、はい、なるほど。ここで何やるですか？トークとかフリートークとか、フリートークとか、うーん、相撲じゃないよね、畳の上でって違うか、ね、でこういう感じでね、はい、やるっていうようなね、はい、どうですかね、これ今回初めてこの何やるんだけども、なんかちょっとこういうふうにやろうかっていうか、どうしようかっていろいろ悩んだと思うんだけど、そうですね、まだ私自身は婚活に関しては全くわからないどういう感じかわからないんですよ、はいはい、実はお友達に連れられて2回ぐらいちょっと顔出したことがあるので、うん、雰囲気まあなんとなくわかるんですけど、うんうんうん、自分で運営したことはないので、はいはい、もう本当に宗教の方、うん、長野市のマリージサポート課の方、うん、まあ、あと婚活コンサルの新野さんに話をいろいろ相談させてもらって、うん、ちょっと内容詰めさせてもらってるんですけど、うんうん、はい、なので、うん、これうまくいったらまた今後もちょっとやりたい、ね、はい、やりたいなと。2回3回ってね、うん、なるほどね。でもこういうのってなんていうかな、なかなか やりたいって思ってやろうとするんだけど、要はさっき言いましたけど、もう男性用のこういうセミナーっていうかね、うん、はい、こういうのってだけど一緒にやれるなんていいよね。そうですね、うん、なんか中には別日でね、うん、わざわざやったりするのもあるみたいなんですけど、うんうん、今回はもう1日で全部やっちゃおうっていう、うん、やっぱりこの身だしなみって必要だよね、うん、あの見た感じね、あ、いいねって、はい、なんかなんてよく言う、インスピレーションって言ったっけそういうあれもあるだろうから、ね、見た瞬間の、うん、そうそう、見た瞬間って絶対必要だしね、はい、でもやっぱりこうやって背中からね、なんていうのあれが出てたりとかってね、ワイシャツ出てたりとか、まあ、それも一つの、なんていうの、まあ、それで可愛いなって思う人だったらいいんですけど、ね、ああ、そうか、了解でございます、はい、分かりました、うん、まあ、いずれにしても、まあ、これから本番っていう形になりますけど、はい、まだまだ大丈夫ってことだね。そうですね、一応募集は31日まで、うん、今月末までね、はい、受け付けてます、はい、先着順なので埋まり次第終了になってしまうんですけど、はい、分かりました、はい、まあ何人かでね、まあ、これから一生懸命やっていただくんだけど、まあ、成功を祈っております。はい、ありがとうございます、まあ、あとそれからあと半年なんで、まあ、あとの仕事の方も頑張らなきゃいけないし、はい、今、ね、早急にやらなきゃいけないっていうのはお米の脱穀もやらなきゃいけない、はい、脱穀もやらなきゃいけないんですけど、うん、あとは実はちょっと
シェアハウスやりたくて、お家を今探してて、いいところを見つかりそうなので、そうかね、またうまく決まりましたら、一人増えたっていうことで良かったなじゃあ、ね、協力隊の中でも一人本来の目的っていうかね、できるかなっていうふうに思いますね。まあ、はい、いずれにしてもあと半年ということで、まあ、協力隊の頑張っていただきたいと、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、はい、いいね、いいね、いいね、行きたいね、いいね、ね、皆さん無理だわ、無理だ、皆さん無理だ、絶対無理だ、年齢制限、嘘言っちゃいけない、もうすぐ分かっちゃう、この白い頭でダメだって、ダメだ、ああ、ダメダメ、もう少し30代ぐらい若ければな、オッケーだけどね、お前かばってるか、あそう、無理だね、途中で焦げちゃうよ、はい、まああのあれでね、里山案内人とね、古代のロマンを訪ねてっていうので、ね、最上段。ね、紅葉と歴史のキャンプ、あれでハイキングっていうことで、まあ、昨年もやりましたけどね、うん、今回、10月の29日、9時半集合でね、今度は林さん、林森、森幸さんかな、うん、森キッズっていうんだけどね、うん、その方にまたやってもらうっていう形で、はいはい、最上山の山頂で駐車場でお待ちしておりますのでよろしくお願いします。山にいっぱいあるね、水上山の最上山ってね、いいね。いいね、ね、いいでしょ。いいですね。うん、でね、この林さんはね、うん、あの最上山の上の方なんかはね、うん、自分のね、あれ畑みたいなもんで、ね、山はどうそこら中回ってね、あ、今日はもう行って取ってこなきゃ。もしかするとキノコもあるかもしれないっていう。うん、なるほど、いいですね。期待込めて行ってもらえばいいかなと思いますね。ということで、はい、来週の366回、はいはい、うん、これはね。ね、今度は真っ白ね、町並み景観賞っていうのがね、うん、今度は20回目っていう形になるので、あ、まあ、いっぱいありますね、うん、景観賞ね、そうそう、だから新しい家ができたりとかね、うん、なんかして町の中とこの、ま、景観とマッチングしたところはこういう賞を、ね、自分で申請するとかね、あとは推薦してもらって、で審査してもらってこういうプレートみたいなのもらえるって、いっぱい飾ってありますね、あ、そう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 、景観賞ね、はい、だから20回だから ね、20件以上あるわ、はい、だからそういった形でね、今回は、商工会議所が一応温度を取ってね、市街地活性化協議会っていうのがあって、これ事務局の山谷さんね、で、あと長尾建築さんのね、この方が建築士なので、そういったものを景観を見ながら、これはいい悪いみたいな形で審査してもらう、その他にまた何人か出てもらえればいいかな、まあ、ちょっとこれからね、お願いするんですけどね、そんな形でやる予定です。パーソナリティ三田さん、またやらさせてもらうからね、はい、今週来週、ありがとうございます。いいえいいえ、いい、そういうことで、はい、お願いします、そういうことで、わかりました、来週は、はい、松代町並み景観賞についてという形で行います、はいはいはい、はい、それでは来週のしゃべりましょう、どうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい。